はい、皆さんこんにちは。今日は日賢聖人は、性欲知足の精神を忘れて腐敗堕落の元凶となっているのではないか。これも学会の人間がよく言うことですね。贅沢三昧しているとか、贅沢三昧しているのは他でもない池田大作と、創価学会の中の貴族社会を築き上げておる職業幹部です。皆様方はこの職業幹部の人間を太らせるために利用されているということを認識していただきたいと思います。創価学会日賢聖人が芸者遊びや温泉豪遊などをして性欲知足の精神を忘れ腐敗堕落の元凶となっているかのように悪宣伝をしていますが、これらはすべて池田創価学会の怨念から来る悪口にすぎません。二千大聖人は宗谷殿のご返事に、ただ正直にして性欲知足足らん僧こそ真実の僧なるべけれ、御所全書の1039ページにこのように仰せられ、また佐渡御所に、今我らが出家して袈裟をかけ乱打巨大なるは、これ仏在世の六子下道が弟子なりと仏印玉えり、御所全書581ページでございますと、ご教示されています。また日光聖人は唯海お鬼門に、戦士のごとく世が毛儀も清掃たるべし、御所全集1885ページに、このように教会されています。日蓮大聖人の仏法とご精神の一切をご一心に受けられた日賢聖人が、これら宗祖大聖人のご教示や日光聖人のご意会を忘れ腐敗堕落の元凶になるはずがないではありませんか。日賢聖人は一種を統率するお立場から、毎朝の牛虎権行はもちろんのこと、ご会費、各種の法要や講習会でのご講義、さらには宗門と総本山の維持運営のための、ご配慮やご指南など休む暇もなくご法務に専念されておられます。このことは宗門相続の誰もが等しく存じ上げるところであり、深く尊敬申し上げるところなのです。このように衆生救済と消防交流に心血を注がれるご法師日賢聖人芸家を貶としめるために手段を選ばず、盗聴や隠し撮り、写真偽造まで平気で行う池田大作及び創価学会こそ社会悪そのものであり、腐敗の元凶と言うべきであります。今日は以上でございますが、創価学会の謀略性ですね、法案との中に入ったり、また脱会者の家を、ストーカー行為ですね、写真を撮ったり後をつけたり、走ってる車の後を尾行したりですね、こういうようなこと、また芸者写真など、これはもう偽造されたということは裁判で証明されています。このような犯罪行為を行っているのが創価学会ということであります。そしてあなたがもし創価学会員であれば、その犯罪グループの一員であるということをよくよく考えて、一日も早くこの毒から創価学会の毒を取り除き、一日も早く脱会することではないでしょうか。一日も早く宗門に戻ってこられることをお祈り申し上げます。以上でございます。